夏が終わろうとしていた。学校の宿題が終わったかどうかとか、偶然見つけた可愛いぬいぐるみを買うかどうかとか、好きな人が私に話しかけてくれるかどうかとか、そういうことが人生の一大事だった。そう、その日までは。私は一応を信用できない。これまで全ての一応のものは敵だと思って生きてきた。僕はちびっ子じゃない。この無神経女が。だってお嬢ちゃんがあまりにもこれ欲しそうな顔してるからさ、ちょっと意地悪したくなっちゃっただけ。ごめんね。あ、すいません。あなたと一緒だとついいろいろなことを話してしまいますね。あなたとこうして会話しているのは楽しいんでしょうか。ねえチーネ、これから僕もっとチーネと会いたい。それでたくさんたくさん遊びたい。毎日でも会いに来ていい？我が元に来るがよい、アシュラの娘よ。恐れることはない。お前の望みのままに。夕日輝くものよ、聞きなさい。この太刀こそがあなたを運命に導くでしょう。